白髪改善、黒髪を取り戻せないのは嘘？原因と対策方法を紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。早速なんですけど、こんな経験ってないですか？お出かけするときにスタイリングしたりとかヘアアレンジされる方って結構多いと思うんですけど、そうしたときにこう白髪がピョコンと出てきて、ゲッって思うことってないですか？そうなるとね、もう一日のテンションがガタ落ちになると思います。その時にもう切った方がいいのか、あとはもう抜いた方がいいのか、もうこれもちょっと悩みどころですよね。今回は白髪の原因だったりとか対策についてと、あとは白髪を楽しめるカラーについて紹介していきたいと思います。はい、ということで、まずは髪の毛の知識から紹介します。髪の毛って、もともと白いものなんですね。タンパク質でできてて、でそのタンパク質っていうのはもともと無色透明で、それが光の反射によって白く見えるっていうのが、髪の毛になります。なぜじゃあ黒髪になっていくのかっていうところなんですけど、色素細胞から分泌されるメラニン色素が、取り込まれることによって黒く見えるんです。これが黒髪の仕組みになります。次に、白髪になる原因を5つ紹介します。まず1つ目は老化、あとは遺伝、栄養不足に睡眠不足、ストレスになります。まずはじめに老化なんですけど、まあ老化によって色素が作られなくなっちゃうんですよね。それによって白髪になっちゃうんです。次は遺伝。遺伝は、まあ、個人差はあるんですけど、まあ、ご家族の方で白髪の方がね、いらっしゃったら、まあ、自分もなりやすい可能性がありますよっていうことです。次に睡眠不足と栄養不足。単純に、ね、睡眠が足りてないと体が弱っていきますよね。あと栄養が足りてなかったりもするのも同じように体が弱っていったりとか免疫がなくなってきます。なので、白髪のリスクも大きく高まってきます。最後にストレス。ストレスと白髪っていうのはかなり関係があるっていうふうに言われてます。じゃあなんでストレスを溜めるとそうなるかっていうと、活性酸素が多く増えて血流の流れが悪くなる、これが一つの原因になります。そうすると栄養がねうまく行き届かなくなって白髪の原因になるっていうふうに言われてます。できるだけストレスを溜め込まないように自分の好きなことをしてストレスを発散してください。では白髪の対策について紹介します。まあ、どこでも言われてるとは思うんですけど、規則正しい生活だったりとか、あとは適度な運動、趣味を楽しんだりとか、バランスの取れた栄養、これを取ることが多分大事になってきます。この中で白髪に効果的な食べ物をまず紹介します。今回は食べ物を3つ紹介します。1つ目は黒ごま。黒ごまは代謝や血流を促すビタミン B2 や E が含まれています。あと髪の健康に関わるファントテン酸、頭皮の健康に関わるビオチンが含まれています。なので白髪にいい影響が与えられるっていうふうに言われています。次に海藻類です。海藻類は皆さんね、髪の毛にいいっていうふうになんか思われている方も多いかなと思うんですけど、その中でも亜鉛っていうのが一番重要です。髪の毛ってこのケラチンで形成されてるんですけど、このケラチンを作るのに一番重要な栄養素なのが亜鉛なんです。なので白髪の原因だったりとか、あと抜け毛の原因に効果的なのがこの亜鉛っていう成分です。最後にチーズ。チーズはタンパク質やビタミン B2 が含まれており、特に粘膜を丈夫にするビタミン A が豊富に含まれています。なので頭皮を丈夫にしてくれます。ですのでこの3つの栄養素が取れたバランスの良い食事を心がけてください。じゃあ次に今出てきている白髪はどうすればいいのっていうことなんですけど、切るか抜くかみたいな感じで皆さんね、考えてらっしゃる方も多いかなと。基本的に抜くのは NG です。なので、ちょっと目立つところは切ってください。抜くと白髪が増えるっていう風にね思われがちの方も多いかなと思うんですけど、白髪は増えません。抜くとどうなるかって言ったら、頭皮に炎症を起こしてしまいます。で、色素細胞が破壊されてもう白髪しか生えてこない髪になっちゃいます。あとは染めることです。で、染めるってなると2通りあって、サロンで染めるか自宅で染めるか。サロンで染めるメリットとしては、
綺麗に染まる。あとは色のバリエーションがある程度豊富になります。デメリットとしては費用が高くなるっていうことです。自宅で染めるってなるとメリットとしては費用を安く抑えられる。ただデメリットとしては、綺麗に染まらなかったりとか、あと色のバリエーションが少ない、こういったことがあります。最近では白髪を楽しむカラーが増えてきてます。白髪の部分にブリーチでハイライトを入れてハイトーンを楽しむみたいな感じでカラーをやってる方が結構最近は増えてきているので、やりたい方に関しては担当の美容師さんに相談してみてください。ということで今日は白髪の原因と対策について紹介しました。白髪ってね、すごく悩んでる方ってかなり多いと思います。でも正しい知識を持って、向き合っていけば白髪を楽しめたりとか白髪を予防できたりとかすることもできますので、ぜひこの動画を見て参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。